someone's called my number and won. I'm just a life-size lottery ticket in the hand of the one. ですね、今日は早朝フライト、もうちいちゃん何時起きだった？4時。早い。はい、早朝フライトに乗って四国にやってまいりました。あのメインのイベントとしては今道後温泉で行われている芸術祭、そちらと、まあ、あと美味しいご飯と美味しいお酒と温泉で癒されて、ちょっと恋バナとかもしちゃって、とにかくねちいちゃんと一泊二日たっぷり楽しみたいと思います。はい、でこちらがね今日の宿で、ね、結構ね素敵で渋めな感じになってるんですけど、まあそちらはまた後ほどチェックインということで、まだね時間があるので、まずはちょっと喉乾いたよね、うん、ということでオレンジジュース飲んできますレッツゴー。愛媛といえばみかんということで、まずこのテンファクトリーという、みかん専門店にやってきました。ここにはもういろんな種類のみかんのジュースがあったり、ゼリーが売ってたりお菓子が売ってたり、とにかくお土産を買うのもいいし、あと普通に美味しいみかんジュースを飲みに来るのもおすすめです。結構珍しいみかんの種類のジュースがあったりして、でも今回気になったのがこのみかんジュースお試し3種セットっていうのをまず飲んでみようかなと思います。美味しいです。え、美味しい。あ、何かの28号調子いい、腹が取る。今回のメインイベントはこの道後温泉アート2022です。これは道後の街で国内外で活躍するアーティストが生きる喜びをテーマに様々なアート作品を展示しているということで、まずは一つ目のアートに向かいたいと思います。この作品は力石咲さんという編み物が特徴的なアーティストのものとなっています。実はこの可愛らしいポンポンのような編み物はこの道後温泉の旅館やホテルで使われたタオルをリサイクルした作品となっているそうです。そういう細かいところにも注目してみてね。どこに行ったらいいかおみくじみたいな。やりたい。これも一応道後温泉なの。約1分ほど来なかった。あ、そういうこと。結構来た来たよ。どこに行けばいいのかな。かわいい。でもやっぱり道後温泉といえば夏目漱石の坊ちゃんということで、駅前にある坊ちゃんからくり時計のショータイムになってしまいました。でも実はこれ毎時間やってるんだって。続いては道後温泉のメインエリアの商店街をブラブラしたいと思います。
道後温泉のアート会期中には町中に様々なアートが散りばめられているので、お散歩しているだけでたくさんのアートに触れることができます。猫のイラストがアイコニックなタイドさんの作品や、ミュージシャンのスーパービーバーの歌詞も発見することができます。そしてインパクトが一番大きい道後温泉本館をラッピングしているのは、アーティストの大竹新郎さんの作品です。下から見るとインパクトの凄さを感じられて、上から見るとまた全然違うアートの触れ方ができます。歴史を感じる道後温泉の中でも際立つこのカラフルな作品、なんとも言えないこのミスマッチ感がまたいいですよね。こんな感じでいっぱい写真が撮れるよ。すごい使っちゃう、めちゃめちゃ使ってる。ルシアさんのやつ、ルシアさんのやつ、かわいい。レイジーピッツァデリバリーちゃんっていう女の子。かわいい、かわいい。これはでももう配布終了したって。そうなんですね。2000人に配ったのかな。え、すごい。でもタダで、いいよ。かわいい。もうすぐ入れる感じの。お腹空いしいだろうな。はい、はい。優しい味、おいしい。すごい香りがもう山椒の香りがすごい。化学調味料も使用。あ、へえ。そうなんだ。さっきの店主が全部自分でブレンドスパイスしてるの。はいはい。うん。うま。大好き、このしびれ。続いて向かったお店はムスタキビというこのお店。このお店はマリメッコのテキスタイルデザイナー、アラビア社のアートデパートメントで陶芸家として活躍された石本富士雄さんのブランドです。石本さんの故郷愛媛県を舞台に、日本の伝統砥部焼と北欧らしいデザインを融合させたとても素敵なブランドです。最近すごく陶芸にハマっているので、今回私はロングプレートを購入しました。この絶妙なバイカラーに惹かれて購入しました。ちょっと一息休憩をつくためにワインバーにやってきました。実はここ道後温泉が見渡せる最高のロケーションにあるんだけど、朝ワインができる場所なんです。今回は美味しいコーヒーをいただきに来たんだけど、ぜひみんなには朝ワインモーニングを試していただきたいです。これは山椒のショートブレッド、レーズンとオレンジワインのなんとかシナモンのクッキー。あ、もうどうや。じゃあどれか食べてください。じゃあ私がシナモンいただきますね。うん、あ、おい、普通に買いたい。へえ、美味しい。うん、シナモン大好きだからさ。そうだよね。うん、うん。ショーやって、やり方ショーで、あ、あれだ、あれね、あれです。
これから夜の道後温泉楽しみたいと思います。本当に朝早い便だったけど最高に充実した一日を過ごせました。明日はどんな日になるかな。おやすみ。デイ2ということで今日はねちょっと朝ゆっくり温泉に入って今ね先週あげた Get Ready With Me やってで今着替えてこれちなみに新しい服ブラックバイマウジーだっけ、マウジーの大人ラインの洋服です。でこれからちょっとモーニングコーヒー兼ちょっとね軽めに朝ごはんを食べようと思うので街に繰り出します。さあ喫茶店モーニング私たちは厚切りトーストとマドンナセットにしました。美味しそう。やっぱりパンが好き。2日目のアート巡りはまず道後温泉別館アスカの湯からスタートです。こちら見ての通り皆川美香さんのカラフルな写真が230点もインスタレーションされています。夜はライトアップされているのでまたちょっと幻想的な景色になっているのがとても印象的でした。道後温泉エリアたっぷり満喫したので次は松山市内に向かおうと思います。松山の情景といえばこの路面電車レトロだし可愛いしとにかくこれに乗ってみたかったんです。天下とおっちゃん団子とマドンナ団子、ついにずっと食べたいって言ってたやつ食べれるね。なんかどこにでもあるからどこで食べようかと。そう商店街にもねいっぱいお店あったけどね、松山城でいただきます、うん、景色もいいのでいい真っ白周りがあんこタイプだ。あ、ちゃん、大丈夫？うん。あれ？あ、そうなの？見せて。みたいな、ほら。ほんとだ。周りが、中身は何？なんか、ミニもち。松山城でたっぷり歩いたので、次に向かったのは、私が一番楽しみにしていた鍋焼きうどん。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、じゃあ、おいしそう。やばい。だしが甘め。へえー。うん。でもね、さっぱり。食べやすい。うん。
食後のデザートということでやってきたのはグレイズカフェ。ここはオーナーのこだわりが詰まった手作りスイーツが絶品なカフェ。いっぱい種類があって迷ったけど、洋梨のタルトとベイクドチーズケーキをいただきます。いや、スコイタルト好き。なんかクッキー生地がしっかり。みんなに見られてちょっと恥ずかしい。ヨーロッパ調の店内もとても素敵だし、最後に美味しいティータイムができて幸せでした。ということで急いで空港にやってきました。今日はですね、まず2日目だったんだけど、まず喫茶店でモーニングをして、で松山城行って登って、で坊ちゃん団子食べて、鍋焼きうどん食べて、でお土産買ってで足湯入って、で最後にさっきホームメイドの美味しいケーキが食べれるカフェに寄ってからやってきました。今日も2日目ももうね、もう大満足の大充実だったね。でも1泊2日で本当に美味しいご飯もたっぷり食べて、温泉にも入ってアートにもたくさん触れて、もうね1泊2日でも十分いろいろできる松山道後温泉旅だったんですけど、ね、皆さんも楽しんでいただけたかな。本当に1泊2日ってあんまりね何もできないってイメージあるかと思うんだけど、本当に全部やったよね。満喫だったね。全然楽しめたし、東京からも本当すぐ来れるし、おすすめです。早朝フライトに乗ってね、その代わり。なので今日は今から帰るんですけど、本当に最高に楽しかったです。ちなみにちーちゃんの手首、痛かった手首と私の痛かった肩が治ったので、そういう効果も期待できるかも知れません。ということで今回も動画見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。 I'm just a rockstar